あー出たー、すごい。ちょっとバスが狂ってるみたいだから、久しぶりにエアロツイスター入れてみますよ。こういう流れのあるところとか早巻きで水面に食いつき続ける特殊なリップだからいいんじゃないかな。ちょっとベイトフィッシュのサイズに対してルアーのサイズが大きいけど、ドンピシャでボイルすればいけんじゃないか。おお、こういうこと、こういうこと。あー出たー、すごい。エアロツイスター変えてすぐ来た。おお、ビビった。いや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 、いや、エアロツイスターやばい。サイズは小ぶりだけど、エアロツイスター変えて2投目ぐらいからボイルがすごいんで、やってみたところで、これつままままって早くね巻いてもね、このリップがついてくから、やっと久しぶりエアロツイスターピー、イエーイ。お腹がねちっちゃいんだけど餌食ってるね。じゃあ逃がしてあげます。いやいやいや君な、おお、ごめんごめん、すげえ。